こんにちは、デリッシュキッチンです。ミートボールのチーズパエリアを作ります。ブロッコリー2分の1株は小さめの小房に分けましょう。玉ねぎ2分の1個はみじん切りにします。ニンニク1かけは縦半分に切って芯を取り除きみじん切りにしましょう。ポリ袋を用意し、合いびき肉 300g を入れて、玉ねぎの半量と卵1個、塩小さじ3分の1、胡椒少々を加えて、粘りが出るまで揉み込みます。オリーブオイル大さじ1の半量をフライパンに入れ、揉み込んだ肉だねの入った袋の先端を切って、肉だねを12分の1量ずつ軽く絞ります。フライパンを中火で熱し、表面に焼き色がつくまで転がしながら3分から5分ほど焼いて取り出します。余分な油を拭き取って残りのオリーブオイルを入れ、ニンニクと残りの玉ねぎを加えます。玉ねぎが薄く茶色に色づくまで弱めの中火で3分ほど炒めます。米2合を加え、米が透き通るまで炒めたら酒大さじ1、塩小さじ1、胡椒少々、無塩トマトジュース 300cc、 水 100cc を加えます。混ぜて米を平らにならし、ミートボールを並べ入れます。煮立ったら蓋をし、弱火で10分加熱しましょう。ブロッコリーを中央にのせ、ピザ用チーズ 40g を散らし、蓋をして15分加熱したら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。